子供が喜ぶお花の冠の作り方です。今回は雑草の白爪草を使っていきます。クロスさせて後ろから前へ、3本目も隣に置いて後ろから前、4本目も隣に置いて後ろから前とどんどん結んでいきます。これをたくさん繰り返していきます。ある程度作れたら丸くして最後の白爪草をつけていきます。くるっと後ろから巻いて何度かくるくる巻いたら結び目に通していきます。これも何度か絡めて結んでみてください。子供たちとっても喜ぶので、よかったら保存して練習してみてください。